アズ津波フルドの内は、アズマ海局、コチンダオヤカタ精神を元祖とする琉球王国の、氏族。旧首里氏族東西体総化。和ズヨ、アズ海局、コチンダオヤカタ精神は、家父では、不母不詳とある。門中の間では、宮山分立時代の中三脳佐藤王の末裔という、言い伝えがある。また、波の上空を混流したと伝わる先山里種の、 松江で崎山里主は、サットの息子という伝承がある。文家に、アニアや、夜坂、ヤギや、ヨナハケ、ザハカ、ヨナミネヤ等がある。名乗り頭は、正、東正、東正の門中名は、東正海、津波湖、西西津波湖、知念、ザハ、宮里、小波蔵、吉久川、剣浜、佐久川、具志堅、徳村、稲福。 やかひ、奥間、ま、中山、ま、カ那マ、奥原、久オ正しき、クバ、ま、さくほん、中本、義馬、花木、作本、村吉。過夫数は45冊。津波フルドのうちは、公文書作成や法律案、英語通訳、事項など、学識深い知識人が多い。マキシオンガ事件では、玉川王子朝たちも拷問にかけられるところを、津波フル親方先生成は、 風雪をもとに交換を落とし入れるのに反対、応募に訴えて、刑を免れさせた。1879年の琉球処分による、地検時に、開花党と頑固党が対立した折、津波降る親方生成は、中立恩恵な姿勢をとり、正体王は少なからず感化を受けた。一世のこちんだ親方精神が宅地を賜った場所は、先山宇多きの隣という、 宇多木の辞書には、元崎山里主が居住し、ここから高麗瓦が出土。首里城からも、同じ年代の高麗瓦が出ており、殺到時代のものという。崎山里主は、波状宮を創建、佐王の子という伝えと東氏の元祖という皇妃がある。沖縄県那覇市首里崎山町の崎山宇多木がある、崎山公園には、 東聖杯書と刻まれた崎山里主の墓碑が現在も残されている。具志堅聖夜著書の俗上羽武将のたわごとでは、東聖の子祖と題し、神奈の利和も東聖と紹介している。他に、小学院グループの創立者である名城、正尾、理事長、高等学校長の名城、正次郎、副理事長、中学校長の名城、正一郎、 随仙酒造の創業者である、作本生厚志、先元酒造合子会社の創業者である、助久本、正明、元社長の助、久本正義と、助久本正夫、社長の助、久本慶が、東生である。また、親泊一郎、親泊正弘も東生また他に、神山正義、小羽倉正光、与那覇聖牛、久保正彦、 ザハ征服、作川政公や、兄や政雄も東聖である。東ず宗家お墓琉球舞踊の雑踊りの一つに、ムンジュルフがあり、これには、津波イニシエという名が出てくる。津波、古屋のもののことを歌ったものだという説がある。ムンジュルフムンジュル平らがさきよらものや女わらべ、舞いただきに、小せて花染めで布や舞に、 ケツで二歳ボケらしものてるきな坂から、ようなよむんじるひらがさかぶるなよつなみいにしえのぬしの、前がにはうちほれゆんど、いものうまさやとうかんだ米のうまさや、赤じべえ新種づくり手のうまさやしろふえとうかんだ、むんじるかさは美しいものよ、娘の頭にちょっと乗せて、花染め手ぬぐいを前むすびにして、青年を惚れさせるてるきな坂を通るときは娘さんよ、むんじるかさはかぶらないで、 津波いにしえのご主人様がさらに惚れて込んでしまうよ。芋の美味しいのは、辛芋米の美味しいのは、赤字米え新種作って美味しいのは白い辛芋い。ムンジュルとは、麦柄で作った日よけ傘のことである。この、ムンジュル節は、中を踊りで踊られる。舞踊の稲峰が、アグニ島で歌われている民謡を習ってきたのを座にいた踊りの名手、玉木森重が振り付けたもの。 アグニ島発祥の歌であり、元はアグニ島の民謡。東聖カフアーカイブド2011年10月4日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。